はい、こんばんは。幽遊白書コラボ第2弾もですね、もうすっかり後半戦のような雰囲気になってきましたね。なんだかこの2週間ぐらいで終わるコラボっていうのは、またなんか短いような感じもしますけれども、なんだか新しいメインクエストも始まったりして、なんだか皆さんの気が散っていくような気がしますね。ところでこのコラボで、トグロ弟フルパワーですね。破滅級ですね。をなんとかクリアできたのがこのデッキになりますね。なぜかマクロスコラボのワルキューレをリーダーにしていたんですけれども、まあなんかこう、この人のリーダー特性を見てですね、まあ一応ですね、まあ汚染耐性100%。炎上耐性50%っていうことで、まあ、有効かなと思って使ってました。まあ、他の方の動画でもこれ使ってる方いたみたいなんで、いけるのかななんて思ってですね。ただ、この A、モノ種族が各6体いる場合っていうことでですね、この条件を達成するのが大変でしたね。よいしょ。ただまあ火力もそれなりにありましたし、回復もありますし、まあバフの効果とかもあるんで、まあ悪くはないですね、決して。ただ、このワルキューレをリーダーにしてなかなか勝てなかったんですけど、まあ最終的には、例によってっていう感じですけど、呪術廻戦のキャラの力ですね、借りまして、まあ、虎杖と、この伏黒の方は前から入れてたんですけど、なかなか勝てないので、この乙骨憂太&織本里香も、入れてみました。まあ、腐敗の効果は期待したんですね。あとはまあ、このワルキューレってマクロスコラボのキャラなんで、同じマクロスのキャラも入れようということで、まあ、ハヤテ・インメルマン。これは結構火力出ましたね。ですとか、カナメ&メッサーですか。まあ、これ回復がもともとあったんですけど。あとはフレイヤですかね。このフレイヤはマクロスコラボのキャラがいた場合ですね。相手の非ダメージ増加状態を、まあ、2段付与するというバフがありますので、まあ、それがいいですね。そして、なぜか、こちら、モンストコラボ。要するにトゲガード持ってるというのと、まあ文字の種類が豊富で、特に死の字が使えるというのがいいかなと思ってですね、入れました。まあ、トゲを防ぐ役割として、いろんな言葉を作れる役割として期待したものですね。まあ実際は、最終的にこの中で一番火力が出たのが、この伏黒ですかね。まあ場合によっては、99万9999ダメージ。まあカンストのダメージを出るということで、なかなか強い活躍でしたね。ただ伏黒以外にもですね、強力な攻撃を出してくれるキャラがいないとなかなか勝てないっていうのが、正直なとこでしたね。まあ、結果的に勝ててよかったんですけれども、この組み合わせですね。まあ、小さい U を作れるので、そこがいいんですよね。小さい U はこのワルキューレと、よいしょ。あとこの火属性の虎杖。そして、こちらの、さっきの乙骨憂太&織本里香ですね。まだあるね。こちらの、融合キングですね。この小さい U とか、小さい U ですね。が使えないとですね、行き詰まってしまう場面ありますので、まあ、とにかくこの、文字をですね、多めに入れるようにしましたね。それで狙っていたのが、まあ、気と油を組み合わせて、球心とか、呼吸心、あるいは呼吸筋ですね。特に呼吸筋という言葉を成立させると、1ターン目で、ヒールブロック、壊せたりしますので、それ狙ってましたね。その場合は伏黒をですね、
スーパーシールドヒールブレイカーである伏黒を呼吸筋の木の字のところに入れないといけないんですけど。まあ、一旦目、ヒール壊すとですね、ちょっと先の場面で、困ったことが起きるんですけれども、まあ、結論としては1ターン目で早速壊してですね、2ターン目、トゲがなくなりますので、そこで次々に強力な攻撃決めていって、まあ、3ターン目はうまくかわして、4ターン目でまた強力な攻撃っていうようなのがいいように思いましたね。というわけで、伏黒、とてもおすすめのデッキになってしまいましたね。伏黒がとにかくアタッカーということで、じゃあ皆さんもぜひ、頑張ってみてください。では。